電動キックボードお酒を飲んで運転しても乗ってもいいと思いますか？いや、それはダメ。車両になるので飲酒運転になっちゃいますよね。今日開かれた警視庁の交通安全イベントで俳優の坂ノ上茜さんが一日署長を務め、電動キックボードなどの交通ルール遵守を呼びかけました。今年上半期の全国の交通事故死者数は去年より24人増えていて、10年ぶりに前年の同じ時期を上回っています。